なんだ、もう先に逃げた奴らに追いついたのか。それほどスピードは出してないはずなのに。負傷兵も多い上にこの寒さだ。行軍速度が上がらないのも無理はない。先輩、通信が入りました。ジークバル海戦に参戦した部隊がことごとく帝国の反撃を受けている模様。今ここにいる僕たち中央配置の部隊以外。あのジークバル海戦の大部隊が。この道は大丈夫でしょうか。敵の追撃が迫ってるんじゃ。わからない。ただ言えることは、僕たちは攻める立場から追われる立場に。嘘でしょ。たった一度の敗北でこんなことって。西暦1935年10月、例年より早い冬が大陸北部に到来した。それに合わせた帝国軍の総反攻によってノーザンクロス作戦は瓦解。連邦軍は総崩れとなった。この後連邦軍は寒さと飢えと戦いながら散り散りとなり敗走してゆく。歴史上類を見ない泥沼の撤退戦の始まりであった。一体どこまで歩けばいいの。朝からずっと歩き通してもう限界。おかしいな、進路が違う。一旦アインヘムトに退却するんだろう。だったら南に向かうはずだが。タイは西へ向かってる。これより先、都市や町、集落は迂回して進む。街道などの目立つルートも使用しない。アインヘムトはすでに帝国軍の手に落ちた。我々の目的地はここから西へ150キロの場所だ。西へ150キロ。しかしそのポイントは帝国領内の海岸線のようですが。中央司令部のエドモンズ将軍直々の通達だ。我々はその場所で新たな任務に当たる。これ以上の情報は与えられていない。以後司令部や他の大隊との通信も封鎖される。西に向かうとなると山越えですね。山岳地帯はすでに厚い積雪があるはずです。今の装備で雪山を越えられるかどうか。この作戦は形勢を立て直す重要な任務だと聞いている。総崩れの我が軍でまともに動けるのは君たちだけだ。故に司令部は君たちに託したのだろう。厳しい状況だと分かっていてもな。中隊長、分かりました。武運を祈る。ねえ見て、アインヘムトの時計台が遠ざかってく。あん時のジャーキー、一切れでも残しとくんだったぜ。なんだあれは。なんだ、カカシじゃない。いや違うぜ、あれは。レリー見るな。嘘でしょ。
見せしめの処刑か。これで連邦軍に物資を提供する者はいなくなる。薄汚ねえのはどっちだよ。あの時も今も連中のやることは変わらねえ。見せしめだと？上等だ。帝国のクズどもめ、俺が同じ目に。ラゼ、戦争は命の価値を忘れさせる。奴らにも僕たちにも忘れないでいよう、この光景を。帝国を倒さなければ繰り返されるんだ。忘れないわ。情報収集に出ていた偵察兵が戻ってまいりました。ジークバル海戦以降、連邦兵が町に立ち寄った形跡はないとのことです。なるほどね。連中、喉から手が出るほど補給が欲しいはずだが。町には立ち寄らず、一目散に逃げたのでは。我々の追撃が迫っていますからね。いや、西の山岳地帯を越えるって手もあるぜ。しかし、そのルートでは戦車が邪魔になります。さて、先を急ぐなら乗り捨てるが、腕のいい操縦士がいれば通れない道でもない。では山岳地帯、司令部からは南へ進軍せよとのことでしたが。何を今さら。連中も俺たちアオスブルフを飼いならそうとは思っちゃいないさ。しかし、これ以上の命令違反は。ええ、奴らには俺が必要なんだ。どいつもこいつも見て見ぬふりだよ。よっと。あんないい女、逃がしちまったら男が廃る。さて、行くぞ。もうすぐ会えるぜ、ファン。ジークバル海戦の勝利の余韻はすでに跡形もなく消えていた。雪の降りしきる山道を冬季装備もないままひたすらに行軍する。身を切るような寒さと悪路に隊伍は乱れ、誰もが疲弊しきっていた。力尽き倒れる者もいるが、仲間に支えられなんとか再び歩き出す。だがこのままでは早晩落馬者が現れる。それは誰もが理解していた。ただ生きるために僕たちは凍傷寸前の足を無心に動かした。重苦しい沈黙だけが辺りを支配していた。レリー、ごめんなさい。ちょっと雪に足を取られただけ。レリー、ダメだ。疲労の限界で気力まで折れかけている。そういえばマイルズ、
君の故郷は山岳地帯だったんだっけ？ええ、雪はたまにしか降りませんでしたけど、この程度の山道は慣れっこですよ。故郷か。僕はハーフェンには行ったことないんで、どんな街だか想像するしかありませんけど。ほら、ハーフェン号とは四六時中一緒にいるでしょ。だからなんだかハーフェンって僕にとっても故郷のような気がするんですよね。そういうことは来てから言えよ。びっくりするほどしょぼい街だぞ。夜の10時にはどの店も閉まっちまうし、女はバカみてえに気が強いし。ハーフェン女は気立てよしと歌に歌われるほどなんだがな。なあマイルズ。さよなら、ベイビー。ええ、ハーフェンの女性には気をつけます。私ね、いつかハーフェンに工場を再建したいと思ってるの。ミラー商会の工場とその隣の大きなお屋敷、私たち下町の人間にとっては憧れだったな。よし、ならクロード、お前が工場長だ。え、ちょっと待ってくれよ。何よ、私の工場じゃ不満だっていうの？いや、そうじゃないよ。機械系は自信がなくて。大丈夫ですよ、機械の整備は僕に任せてください。俺現場監督な。荒くれ者の作業員をあふれる男気でまとめてやる。私はパンを焼く、アシュクラグナイト窯で焼いたパンだ。わかったわ。全員でやるのも楽しいわね。よし、これで除隊後の働き口は見つかった。ミラー紹介なら食いっぱぐれなしだ。はあ、早く行きたいな、ハーフェン。もうすぐさ、戦争が終わって平和になれば。敵襲か！クソ野郎が、こんなところまで追っかけてくんのかよ。先輩、前後の部隊とも連絡が取れません。各隊交戦中の模様、分断されました。みんな落ち着け、取り乱したら敵の思うつぼだ。E小隊、迎撃態勢。必ずここを突破し、状況を打開する。クロード、まず。ちょいと揺れるぜ。頑張るわ。守ってみせます。準備はできてるわ。
ですね。ここね。行くぜ。急ぎ山道を抜け、目標地点に向かう。みんな、行くぞ。後方からの敵を迎撃しつつ前進。峠を越え、先行している隊と合流する。前方、道が分かれているぞ。どちらを進むんだ。見たところ、どちらの道でも峠は越えられそうですね。隊を分けるか、固まって進むか。先の様子が分からないと判断は難しいけど、迷っている時間はない。様子を探るためにもとにかく進んでみよう。それにしてもこいつは寒すぎだ。耐えろった。確かに、ある意味敵戦力よりも脅威だ。前進する。敵発見。敵が迫っているぞ。早く前進を。敵だ。これでも食らえ。敵だ。撃て。前進する。実際に見た経験はないが、雪山での異音は確かに。この積雪量だもの、雪崩が起きそうな地点は急いで通過するか、退避可能な場所を見つけてやり過ごそう。どちらにしても危険を察知したなら迅速に行動しなければ。前進する。なるほど、いい腕だ。やってやるか。
進する。この程度か。前進を許可します。連邦名にケツまくって逃げていきやがる。行動開始だ。行動開始だ。どこを見ている？いいぞ、その調子だ。私の勝ちね。やりましたね。しても殺しても湧いてくる上に今度は挟み撃ちときやがったか。まずいな、この様子じゃ追っ手の数も相当だぞ。相手をしていたらキリがないか。よし、前面の敵に集中して進もう。可能な限り素早く前進し後輩の敵を振り切るんだ。やりましたね。
ち答えろ。全周囲防御せよ。敵発見。前進する。敵発見。敵だ。ここだ。やる。前進する。敵だ。やるか。追撃の手を緩めるつもりはない。操縦は任せてください。ほらいいよ。前進する。この程度か。なるほど。行くわよ。連中を谷に追い落とす。峠の敵を挟み撃ちにしろ。します。こちらも攻撃を受けている。どこまで持つか。見つけました。こっちにも敵が。危険ですね。
ラズの兄貴、見ててくれ。狙われているぞ。やり遂げる。どうか教えてくれる。ここだ。行動を開始します。敵発見。ここを射程内だ。前進する。そうか、教えてくれる。兵には気をつけましょう。よし、いけるな。外しはしない。はしない。
このまま押し切る。開始ね。足を止めるな。駆け抜けろ。おい。なるほど。できるな。気づかれてるみたいです。気をつけて。仕方ねえな。どれ、ちょいと見せてやるか。敵を確認した。注意せよ。峠の敵を挟み撃ちにしろ。私に任せて。雪崩発生の報告。敵発見。一網打尽よ。追撃の手を緩めるつもりはない。行動開始だ。いい場所だ。ルートを確保せよ。私に任せて。食らいなさい。よし、出るぞ。前進する。撃ってきました。よくやった。さすがだ。そこにいるのは分かってるんだ。出てこい。行動開始だ。外しをしない。当たりはしない。足をやられました。
よし、出るぞ。敵だ。敵が迎撃を開始。これでも食らえ。私に任せて。前進する。敵発見。敵だ。慌てるな。落ち着いて。そうか。教えてくれる。隙だらけだ。皆さん、気を抜かないでください。行動開始だ。やってやるか。
行くわよ。さすがですね。私に任せて。あのラグナイトボックスが使えるかもしれない。直接爆発には巻き込めないが、雪崩が起きれば敵を一掃できるか。そこの細い脇道からならラグナイトボックスを狙う位置まで近づけそうだ。よし、この作戦で行こう。できたわよ。私のとっておき見せてあげる。こちらも攻撃を受けている。どこまで持つか。やってやるか。残念な。なんとか敵の追撃を振り切ったようだな。みんなよくやってくれた。
こちら F 総裁、ミネルバだ。ミネルバ、無事か？ああ、なんとか切り抜けた。まだまだ油断はできないが。そうだね、急いで合流しよう。いや、山中では合流しない方がいい。数が多いと目立って敵に発見されやすくなる。各部隊は独力で山越えを果たそう。そこで再集結し援軍と合流する。援軍だって？そうだ、援軍だ。海から上陸した連邦軍が指定のポイントで我々の到着を待っている。ミネルヴァ、それは確かなのかい？今の状況から考えたら援軍なんて。ならば我々は何のために山を越える？このような命令を出す理由が他にあるか？確かにそうだ。了解した、僕たちも合流ポイントへ向かう。天空フォレル、急げよクロ。君もね、ミネルヴァ。この山を越えた先に援軍が待っている。